はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は昨日に引き続きルーハウス使ってみた動画ですが、今回はクリスタル神器陽光気づけよ親不幸者を使ってみたという内容になります。で、昨日の動画ではあくまでね、ルーハウスはサブアタッカーとしての、働きをメインに、使ってみたんですけど、今回はサブアタッカーにとどまらず、クリスタル神器やったらメインアタッカーとしてイケイケだぜという感じの動画にしたので、すごいわ今回こんな火力出るんだとは思わなかったわ。すごい、今回マジですごい。一応最大火力はですね、まあ、新奥義とかないので、究極神器 D 学はクリシンになるんですけど、究極神器のね、効果内容で限界突破レベルが1アップするんで、49,999。で、1000アビリティが5回攻撃になりますので、つまり、5×5、ね、25万、かける、D 学究極神器、クリスタル神器って使うんで、5回攻撃になるんだよね。確定5回攻撃なので、今25万かけ5、125万、一旦。っていうね、まあ、ロマン。ルーハウスでも、やろうと思えばこんだけ、ロマンを感じることができるんだぜ、というところですかね。はい。なので、2ターンやれば250万だよね、それがね。すごいわ。まあ、この闇弱点のエデンの HP どんぐらいか知んないが、まあ多分1000万ぐらいだと考えると、4分の1?2ターンで。そう考えると爆裂に強いですね。25% 分削っちゃうっていうね。はい。ということで、まあ、やっていこうかなと思うんですけど。はい。装備は一応こんな感じになってますかね。レジェマテ、レコマテ。で、あ、そうそうそう。今回、その、ルーハウスのこのクリシン使う上でのね、まあ、絶対これがいいってわけではないんだけど、クリスタルホースは別に使わなくてもね、良い。まあ、使う場面によるか。例えば、その、クリスタル神器と D 角しか使ってない場面。で、なおかつ中盤ぐらいであれば、そこまで敵も火力、あ、硬くないので、クリスタルホース使った上でね、この、まあ、一定時間の闇属性耐性1段階ダウンとか、限界突破レベルアップとか、防御貫通大とか、こういったところも活かして、その、火力がね、頂点ちゃんと、天井まで届くと。D 角とクリシンだけだったら、まあ、49,999。あ?違うな。39,999か。そっか。究極神器の効果で49,999になってるけど、みたいな、ところになってくるかなと思うんですけど、そういった、もう絶対、クリスタルホース使ってもダメージカンストするよねっていう場面だったら、使った方が火力は、まあ、出る。総合的な面で言うとね、まあ、待機時間短縮とか、そういったものも重なってくれるので、なんですけど、今回の場合だと、クリスタル神器はあくまでフェーズ3の、最終的なダメージの押し込み用な感じで使っているので、まあ、あと属性まとい直しとかそういった面もあるけど、ので使っているので、この場合だとクリスタルフォース使っちゃうと、むしろターンの無駄感が、出てきてしまって、それだったら、クリスタルフォース使う、暇があったらね、全然1000アビリティ連打だけでいいんですよ、みたいなところになってくると思うので、例えばもう、あの、使うタイミングで、だったら、まあ、使わないか、今回のパターンだとね。もうチェーンもギリギリみたいなところがあったんで、仮に、ここで、クリスタルホース打ってたら、おそらくチェーン切れてもうちょいタイムがね、あの、後ろ倒しに伸びていたんじゃないかなっていう感じがするので、まあ、使い分けです。別にクリスタルホースが弱いっていうわけ話ではなくて、場面によってっていう感じかな。まあ、今回は別に使わない方が、使わない立ち回りのが良かったっていう感じでした。まあ、性能解説の時にも言いましたけど、そもそも、このルーハウスのクリスタルホース、一定時間闇属性対して1段階でダウンできるとは言っても、その、クリスタル神器と D 角併用してるんだったら、1ターンで4段階デバフができるからね。1000アビリティで。まあ、短時間ですけど。できるんで、もう連打できる状況であれば、わざわざクリスタルホース使うメリットって別にないんですよね。やっぱり、序盤からクリスタル神器を使っていくような、時ぐらいかな、クリスタルホース使うって言ったら。はい。そんな感じがしました。なので、
クリスタルシングル打ったら必ずクリスタルホース打たなきゃいけないっていうわけではないと思うのでね、まあその辺なんか使わなきゃいけないっていう観念にとらわれてる方もいるかもしれませんけど、はい、そんな感じです。で、あと他の立ち回りで言うと、今回昨日と違ってセフィロス外しました。これはルーファウスが霞むからっていう理由なんですけど、逆にそのね、ルーファウスがセフィロス並みの活躍をしてくれれば別にいい話なので、ということで今回は今まで、ほぼ使ったことがなかった、多分使ったの絶無、 FF1 の絶無以来じゃないかなって思われるガーランドを採用してみました。これ激珍しいね。なんでこれガーランド採用したのかというと、クリタムアップできるんだよね、これ。覚醒2でこれのためだけに採用したっていう感じなんですけど、まあ、幸いね、なんかのガチャで D 格が出たので忘れたけどなんかボロって出たので、これね、覚醒2と D 格、あとゲージ戦技かで使ってみました。まあフェーズ3も火力出ないって分かってるんだ、もう LB 戦技でゲージまといするみたいな方法もありなんじゃないかなとは思ったね。うん、LB 戦技で、そう、セシルとルーファウスの火力底上げ。結局火力あんま出ないからね、言うて。で、セシルはやっぱチェイン役っていうメイン、仕事があるんで外せなかったね。はい。まあ、こんな感じですかね。で、あとクイーナとかもいつも通りですかね。戦技シンクロ、戦技覚醒2。あれ使わなかったの、クイーナの二つ目の防御魔防精神デバフ戦技は使わなかった。で、ミンフィリア覚醒1、究極神技覚醒に2回ということでしたかね。はい、そんな感じです。で、魔石がエデン、バハムート、レシキ、ギルガメッシュ、バハムート、カイ、オーディンというような感じにしております。そんな感じだね。いや、でも気持ちよかった。ルーファスこんな火力出るんだっていうね。昨日の動画でもめちゃめちゃ火力出るなと思ったんだけど、今回はやっぱもっと火力出る。すごいです。3つまあ必殺技併用していくっていう、パターンあんまりないかなと思うんだけど。まあ、何らかの参考になればいいかなと。ということで、参る。